皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画は雑誌3冊です。スウィートの通常号、増刊号、さらにはミニも今回付録ついてましたので購入してきました。それでは順番に開封します。それではまずはスウィート通常版開封します。はい、開封いたしました。今回の付録、ハローキティ50周年記念アートの顔型ふわふわポーチとクリアポーチのセットです。ついに出ました、キティちゃんの付録ですね。キティちゃんの付録は3年4年くらい前ですかね、ちょくちょく出てたなと思ってたんですけれども、最近は全く出ておりませんでしたが、50周年記念ということで出てきてくれました。では見ていきましょう。こちらは顔型のふわふわポーチということで、キティちゃんも美白ですね。美しい白さです。そしてこの可愛いリボンが付けられまして、なんていうんでしょう、こう撫でたくなるような可愛さになっております。表面の素材はポリエステル素材となりまして、この触った感触もツルツルすべすべのお肌となっております。で、正面から後ろ側を見ていくと、もう全体的に真っ白の綺麗なポーチになっております。まあ、キティちゃんアイテム今年50周年ですからね、ポーチだけではなくてぬいぐるみとかもぜひ出してほしいです。それではこちらポーチになってますので、ジップ開けていきましょう。ジップこちらにつけられてまして、この上の部分をスーッとですね、ここまで開く仕様です。で、中の方なんですけど、日焼けも美しいですね。中は真っ白状態で、このちょっとシャカシャカ素材のポリエステル生地が付けられております。ふわふわポーチといえば、こちらゼクシーで紹介したミフィちゃんのポーチもありましたけれども、それと比較するとちょっとちっちゃめな感じの可愛さになっております。中にはティッシュ、ハンカチ、ハンドクリームくらいを入れて、はい、ちょうど収まるようなサイズですね。その他モバイルバッテリーとかガジェットケースとしても、はい、使えるかと思います。あとはお札を2つ折りにしたり、カード入れたり、小銭をこう入れてお財布代わりとして、はい、使ってもいいかと思います。あとジップの持ち手の部分、穴開いてますので、ここにボールチェーンとかですね、アクセサリーをつけて、はい、ぶら下げたりしてもいいかもしれません。はい、といった感じの顔型ポーチと、さらにはこちらクリアポーチもついておりまして、こちらにはこの50周年の特別なタグが付けられております。浮き輪をつけたキティちゃんがとっても可愛いですね。で、こちらのクリアポーチはピンクの可愛いデザインになっておりまして、表面にはサンリオキャラクターのプリントですね。で、頭の上に例えばクロミさんですけれども、キティちゃんが乗っかっているデザインなのがとても可愛く仕上がっております。で、ジップもこちらピンクのものが付けられておりまして、今中紙入ってますね。このようにクリア、クリアと言いましても、こっち側がちょっとこう半透明状態で、裏側がクリアな状態になってます。こっちとこっちでちょっとですね、見え方が違います。で、サイズはこのポーチがそのまま入っちゃうようなサイズ、そしてアルフォートも入っちゃうサイズ、ルマンドも入っちゃうサイズです。用途としましては、このようにコスメポーチですね、ボトルなんかも入れて、はい、収納することできます。コッペポーチとしても使えます。というわけで、通常版はこちらの2点セットとなっておりました。続きまして、増刊号の付録なんですが、同じくハローキティで50周年記念アートのトートバッグ&ポーチのセットです。それでは開封します。はい、開封いたしました。どちらもキティちゃんの2点セット。ではまずトートバッグの方を広げていきます。はい、広げてみました。どうでしょうか。見ていきますけど、まず正面にはドーンとキティちゃんのイラストがプリントされております。見た目の派手さはないんですけどね、安定の可愛さとなっております。で、このプリントも綺麗な色が出ておりまして、すごく質感がいいです。50の数字を持った記念アートということでですね、貴重なアイテムになってます。生地はポリエステル生地が付けられておりまして、正面こちら、そして後ろ側見ていくと、後ろ側は無地の状態になっております。結構大きなトートバッグになってますね。そしてこちら、先ほどの通常版でも見ましたけれども、50周年記念のタグが付けられております。で、横から見るとこのような状態で、底の部分、
はい、このような仕上がり。さらには持ち手の部分はここでこのように取り付けられております。で、耐荷重の記載はございませんので不明となってます。持ち手の長さも十分ありますので、この後やりますが肩掛けも余裕でできるかと思います。はい、それでは早速中見ていきましょう。内側なんですけれど、キティちゃんには負けない美白です。それでは中ご覧ください。内側にはポケット類はついておりません。空間のみですね。で、裏地も特についてるわけでもないですね。はい、深さもありまして、大きなトートバッグになってます。縦長のバッグになってます。で、サイズとしましては、 A4 サイズ入れていきますと、縦に入れるとこんな感じですね。で、横に入れてみますと、横幅は、あ、入りますね。横幅これくらい余裕があって、スーッと奥まで入っていってくれます。スイートの雑誌も横にして、すっぽり入りますし、立てて入れても、はい、これくらい余裕があります。こんな感じで雑誌とかですね、パソコンとか、まあ、入れるのにもいいかと思います。続いてポーチなんですけれども、一点ブラック仕様となっております。ポリエステル生地が使われまして、キティちゃんの総柄のイラストデザインとなっております。さまざまな表情のキティちゃんがいらっしゃいますね。反対側も同様のデザインです。サイズも割と大きめサイズになっておりまして、開口部はこのジップですね。ジップ開けていきましょう。ジップを開けていきますと、中の方なんですけれども、内側にはですね、はい、あ、こちら特にポケットとか仕切りとかありません。はい、このような、裏地も特についているわけではないですね。でもサイズは結構大きめサイズ。ルマンドはすっぽりと入ります。そして味好みが収納できるのも嬉しいポイントです。通常版で紹介したポーチももう全部入っちゃうような大きなサイズです。はい、あとはこう化粧水とかシャンプーとかですね、歯ブラシとブラシなどトラベルポーチとして使うのもいいかもしれません。それではトートバッグにいろいろ収納していきましょう。まずはお財布いきましょう。生財布なんですけど、横に、はい、このように入りますね。横幅の余裕これくらい、縦入れももちろん可能です。そしてペットボトルですね、500ミリのペットボトル入れたりとか、あとは今紹介したこのポーチですね、ポーチを横に、はい、こんな感じで入れることできますし、通常版で紹介したこちらのセットもですね、一緒に入れちゃいましょう。あとは細々としたものを入れた、昨日紹介したポーチですね、こういったものも入れたりとか、折りたたみ傘も入れて、さらにはそこにまだ雑誌もですね、はい、このようにすっぽり入っちゃいますので、まあ雑誌と言わずにパソコンとかですね、タブレットを入れてもいいかもしれません。できればですね、スマホとか入るポケットが一つあればよかったかなという感じはしますけれども、このように収納できます。はい、それではバッグ持った感じ写していきます。ご覧ください。今年50周年を迎えられましたキティちゃんの可愛いデザイン、50周年特別デザインが目を引きますね。遠目でもわかるインパクトのある大きさになっております。そしてこちらにもですね、50周年のタグもついているのがポイントです。で、正面こちら横から見るとこんな感じで、はい、ちょっとこう縦長の大きなサイズになっておりますので、パソコンとか雑誌もすっぽりと入ります。はい、このように手提げバッグとして、そしてこう肘掛けスタイルから、持ち手が長いので肩掛けも余裕を持ってすることが可能となっております。とても可愛いですよね。で、使い勝手を見ておきますと、こちら片方外しまして、例えばですね、お財布、はい、さっと取り出せます。折りたたみ傘、そしてペットボトルとかですね、この辺りの出し入れはスムーズに行えますね。あとポケットがあるとスマホとかもさっと取り出せたんですけどね、ちょっと奥の方にごちゃっとなるかもしれません。はい、ポーチとかもですね、たくさん入りますし、お出かけ用、通勤通学バッグ、ちょっと旅行用のバッグとしても大活躍間違いなしではないでしょうか。今年は50周年なので、キティちゃん付録いくつか出てくるんじゃないかなと予想はしますけれども、とても貴重な今回のトートバッグとなっておりますので、気になった方はこちらは増刊号の付録となっておりますので、ぜひチェックしてください。大変お待たせいたしました。それでは最後にバッグの正確な容量を測定していきます。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。
バッグの容量は23ブルボンです。ブルボン、ボテルカおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまでスウィートの通常増刊紹介しました。どちらもキティちゃんアイテム、貴重なアイテムとなっておりました。それでは最後に来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちら、マットローズとスウィートが本気で作ったダウンタイムなしでまるで整形級の美顔を作るコスメパレットです。はい、こちらのコスメパレットが来月号の付録です。で、この付録のパッケージのために取り下ろしたスペシャルなビジュアルというのがこちらだそうです。で、まるで整形したかというような顔面を叶えるとありますが、これ4種類ありまして、ハイライト、シャドウ、薄めシェーディングと、あと骨格矯正シェーディングということで、濃いめのブラウンでって書いてあります。こちらの4色を使い分けることにより美顔を作るという感じで書いてありますね。はい、コスメパレットの付録、これも久しぶりですよね。はい、来月号の発売日は3月12日となっております。通常版のみとなってますので、楽しみに待ちたいと思います。お待たせいたしました。それでは最後にミニの付録開封します。はい、開封いたしました。今回の付録はトゥッコビジンロのカエルちゃんですね。 A4 サイズのすっぽりトートバッグ&ミニポーチのセットです。それではまずはトートバッグから広げていきたいと思います。はい、広げてみました。それでは詳しく見ていきます。まず何と言いましても目を引くのはこちら、世界的に流行のルマンドカラーです。大変美しい色合いになっているかなと思います。そして中央にいらっしゃるのがカエルちゃんのプリントになってます。韓国で人気のキャラクターのトゥッコビ、韓国ではトゥッコビは引き返るという意味だそうです。とてもクリクリのお目々をされておりまして可愛いですよね。ちょっとお腹は出てらっしゃるかなとは思いますけれども、愛らしいキャラクターになっているかと思います。で、正面がこちらの大きなプリントで、後ろ側は特に何もないですね。先ほど紹介したキティちゃんのトートバッグと似たような、はい、デザイン仕上がりかと思います。横から見るとこんな感じで、底の部分はこれ一体型になってますね。このキティちゃんのはここで、はい、つながってたんですけれども、はい、ここはこう一体になってるという感じになってます。で、さらに今度持ち手の部分なんですけれども、持ち手もルマンドカラーのものが付けられておりまして、長くなってますんでね、後でやりますけど肩掛けも十分できると思います。で、持ち手のついている部分は、はい、このような取り付けになっております。はい、で、耐荷重の記載はございませんので不明になっておりますね。では中見ていきましょう。内側なんですけれども、ルマンドカラーにも美白が似合いますね。では中ご覧いただきます。内側白ですね。この裏地は白い色になっております。で、ポケットとかは特についておりません。いや、本当さっき紹介したキティちゃんのバッグと全く同じような感じですね。まあ、キティちゃんのバッグとこう重ねてみますと、横幅は、キティちゃんの方がちょっと大きいですね。で、縦のこの幅は、まあ、ほぼ同じですけれども、こちらはこのトゥッコビの方が少しだけ大きくなってます。持ち手の長さもほぼ同じですね。ですのでサイズ感は先ほどとほぼ同じということでご理解いただければと思います。で、ミニの雑誌もすっぽり入りますし、横にして入れることも、はい、できますね。大丈夫です。 A4 サイズがすっぽり入る大きさになってます。で、中身もですね、先ほどと本当同じで、ポーチとかですね、ペットボトルとか折りたたみ傘とか長財布も横にして入れることができます。はい、それではバッグ持った感じを写しておきましょう。ご覧ください。大流行のルマンドカラーのバッグとなっておりまして、このトゥッコビカエルちゃんのイラストがとても可愛いですね。で、正面横から見まして、はい、このようなバッグになっております。で、持ち方は手下げ、はい、この肘掛けスタイルから肩掛けですね。先ほどのキティちゃんも同じような、仕様になっておりましたので、
はい、この2つの可愛いキャラクターのバッグ、今回今月おすすめになってますね。そしてミニの方はこちらのちっちゃいポーチも1つついておりますので、ボールチェーン付きになってますのでね、ここにこう引っ掛けて一緒に持ち歩くのもありかと思います。はい、かなりコンパクトサイズですので、小銭入れとかですね、そういったのに使うといいかと思います。で、使い勝手としましては、ここをこう開けてですね、お財布取ったりとかペットボトル取ったりとか、縦長のバッグにはなっておりますけれども、それほどこうなんか取りにくいとかそういったことは特に感じないかなと思います。はい、こんな状態になってます。できれば本当ポケット、内ポケット1つ2つくらいあるとよかったかなというところでしょうか。はい、こちらミニの付録もトートバッグおすすめとなっております。お待たせいたしました。それでは最後にこちらのバッグも正確な容量を測定しておきましょう。それではご一緒に。 How many ブルボン。バッグの容量は23ブルボンです。ブルボンバタークッキーおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまでミニの付録トゥッコビトートバッグ&ミニポーチ紹介しました。それでは最後に来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちらになっております。通常増刊同時発売となっておりまして、通常版の付録がこちらになっておりまして、 X ガール折りたためるビッグボストンバッグです。はい、ボストンバッグの付録出ましたね。こちらは正面にはこちら、どなたでしょうか、イラストがプリントされておりまして、大きいバッグなんですけれども、こう折りたたんでこうコンパクトにすることができちゃうという仕様になっております。で、このようにシューズボックスが4箱入る大容量と記載されてますね。このように旅行バッグですね、ここに通せるループもあるということで、旅行に最適なバッグになっているかと思います。これから暖かくどんどんなってきますので、春休みというかゴールデンウィークのお出かけ用にぜひこちらチェックしてみてください。そして増刊後の方はこちらで、こちらも X ガールでジャンボウチワが入ってシートクッションにもなる推し活バッグです。はい、このように大きな内輪も入るビッグサイズになっております。そして裏側見るとこちらがクッション性があるということで、ここに今座ってますけれども、クッションにもなるということになっております。で、さらに畳めば4分の1サイズになるので、コンパクトにして持ち歩くこともできるという仕様になってます。はい、通常版のこちらのバッグとですね、合わせて推し活用のバッグとして使うのもいいんじゃないでしょうか。来月号は3月12日発売となっておりますので、楽しみに待ちましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は3冊紹介しました。どれも可愛いキャラクターアイテムということで、はい、とても貴重なアイテムになってましたね。気になった方は売り切れる前に早めにチェックしてくださいね。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらいましたら、グッドボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。